大したことはない。ライフルスターシャー、なんとかダイブ持っていく。さあ、両者の方にワンチャン力を生かしたい。うまく振り向きさせて、さあ、ダイフル倒して、しかし、さすがにブースト量は3000こそ、すいません、突きを取っていくか、振り向き重なった、さあ、しかしマスターがまだ体力を余らせている、両者ともに体力半分以下ではあるが、まだ頑張れる、しかし何かが飛んできた、バサーゴのサブシャか、ワンチャンゲー、さあ、しかし、カスあたり、バサーゴあまり減っていない、サブシャ兄様、まだ知らない、ガンズメ、前角、しかしインパルスがうまくとどめを刺し、勝利したのは 1-2P、 順位のインパルスとプリンチペのバサーゴの勝利となります。おめでとうございます。さあ、 A ブロック1回戦4個目いきましょう。 1P 側からマハラジャアット豚野郎フレッシュプリキュア勢の、ランダム選択、 2P 側にシロスケのイージス、 3P 側にエンジェの、インパルス、 4P 側にミアのデッサイズヘルお願いします。さあ、マラジャさん引くのは、マスターガンダム、マスターガンダムでですかね今日。さあ、エンジェさん 3P 側、 4P 側にミアさんになります。 1P 側からマスターガンダム、ほぼ、全員2000コストですかね。マスター、イージス、インパーデスサイズ、さあ、どうしよう、インパルスの生き残りいるんで、まあいっか、このままインパルス 3P 側いきましょう。エンジェのインパルスになります。ステージコロニーステージインパーデスサイズ、そしてイージスとランダムでのマスター秒で1234シャッフルしないか、この組み合わせ、さあ危ない、さあまず壁に引っ掛けて、壁に引っ掛けて掘削作業が進んでいる。さあ、ニコルが危なかったな、ブーチク合わすマスターが来るか、ルナダイフル1、2、イージスをまず落とす。さあ、早速予告来るか、うまくデッセル立ち回っている、竹野がやらで追い払う。さあ、ライフル、さあ、ライフル、うまくタイミングを合わせたか、当たったかどうかは分からない。ライフル1発、2発、さあ、竹野子すごい勢いでマスターが持っていきます。着地は逃さない、1発2発でうまく奪っていく。しかし、ここで金ピカモードアシストを置いて、デステルごめんなさいといったところ、さあ、着地ハード押しでうまくごまかしている。さあ、ここでうまく格闘したところにマスターとデステルが立ち合い、チャイショットが当たる。さあ、ここでマスターがフットいくが、さあ残り2000コストをうまく減らしたい。タケノコビクンビクンダウンして、ステップのうまく1、2、ジェックを合わせ、さあマスターの着地、横角ライフル、ライフル1、2、3落としきれない、うまくデステルも粘りつつイージスをここで落とす、一気に囲みたい。さあ、大射兵取ってくるが、うまく合わせ、最後に一発がかかった。さあ、ライフル着地取り成功、勝利したのは 3-4P、 エンジェルインパルスとミア、あと結果入賞を、できたらいいなのデスサイズヘルの勝利となります。おめでとうございます。さあ、それでは B ブロック移っていきましょう。 1P 側からシレイのユニコーン、 2P 側に TKTY のストライクフリーダム、3P 側に SPD のヘビーアームズカイ、 4P 側にセイヤのデステニーお願いします。さあ、シレイ、TKTY、SPT、セイヤ、機体はユニコーン、ストフリー、ヘビア、デスティニー。やばいですねこれ、3000コストが3台。さあ、3000コスト組んだ側の何がしの機体を移していきましょう。さあ、次世代3台とステージがウィング、そしてヘビアユニコーン、デスニーストフリー、ストフリーしていっていきますか。必然性はない。さあ、まあデスティニーとストフリーがいたら組んじゃうんですかね、うちの店は。まあ、そういう地区だけ正代じゃないみたいな。
れか、これで。さあ、ま、マーキーテンで、そこが入る。やめるんだ、こんな規制。さあ、うまくヘビヤマユニコーンも GS3000 に近寄らせないようにしていくが、うまく後ろから着地取りをしていく。さあ、ドラグーンスカイプスリーぶっ飛ばして、ユニコーンが近づいてきている。逃がして、今はまだ殺さないといてやる的な流れ。こいつら強い。さあ、特殊が本当にスピードが速い。しかし後ろステップサイドステップでうまく切っていきたいところ。ライフル重ねてチャイショットも当たり、いいダメージ。こいつら、さあ、一回回りはしたが、ここで体力が3分。リスボンバツナンバックが今ヘビーアマゾンの援護が鬱陶しい。さあ、ライフル合格。さあ、隙を取られてしまった。さあ、ミサイルかマシンガンくれてしまったが、一気にストフリがピンチに持ってかれる。そこ今だ。シャクシャク取り合い、ライフル振り向きだったがうまく重ね。さあ、ヘビアが月面宙返りでうまく逃げる。さあ、サブカが恐ろしい。うまく逃げて、さあ、ミサイルが当たる。勝利したのは 13P、シレイのユニコーンと SPT のヘビアムズ会の勝利となります。おめでとうございます。さあ、次行きましょう。 1P 側からアイビーの作3号機、 2P 側にアルタイル、あと244コンなんで実戦で安定させられないのゼータ、 3P 側にロガーの V2、 4P 側にネパールの GX お願いします。さあ、どうしようか。 GX か3号機。ゼータガンダム加入、行きます。3号機行きますか。さあ、3002対2002代、ステージはファーストガンダム、そしてうまく3002000組1324 GX3 V23 号機 GX ゼータですね。さあ、宙返りコンパネ、あ、コンテナミサイル出して、なんだコンパネミサイルって。さあ、バズーカ飛んでくる。ライフル1取って、さあ、一発取りから追撃は少し軸が合わなかったが、まだまだ味方が、お湯しなきゃしてみた。さあ、ライフルからコンテナミサイルが当たる。さあ、特殊車とサブ車をうまく使い分けていっていく。よし、頭立って、よし、装甲が熱を持ち、さあ、ブイツーが装甲が熱を持ち始めている。よし、さあ、格闘クールが宙返りサマーソルト耐えてくれ。バニル対ピース、さあ、カメシャ落とされてしまうが、うまく着地を取ってダメージだけは取り返す。ダメージバランスとしてはうまくこちらの方が取っていってはいるか。さあ、爆弾作、しかしアシスト、ライフル腕の速い合い、落として、さあ、ここでピンクの力を減っていく。うまくミサイルマーク、ダッバズもマーク、そしてここでダンスされ、三国が先に落ちる。さあ、ゼータのマークをバントして角度を切っていく。ここでメガビームが入り、ゼータがピンチ。どうってことありません。さあ、ピッチングでアシストを置いている。角度を受けてダメージ加速。どうってことありません。もらった、装甲が熱を持ち始めた。さあ、サンゴーキうまく隙取られないようにしていく。着地、ハモニカブレード、勝利したのは 2-4B。アルタイルのゼータと、ネパールのジェイクソンの勝利となります。おめでとうございます。そんな計算の。さあ、B ブロック3つ目いきましょう。 1P 側からリリディアのデスサイズヘル、 2P 側にヒヨコ、あと起き上がりブッパー安定の、ダブルゼータ、 3P 側にバーバーヤギのザクカイ、 4P 側に U アット暗黒面の百式をお願いします。2P 側ヒヨコ、あと起き上がりブッパー安定、はい、いきますね。デスヘルダブルゼーザクカイ逆式、リピガーです。ひよこさんは、はい、お願いします。死ぬぜ、俺を見たもの。さあ、ザクカイ視点でいきましょう。